はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第21弾をやっていきます。で、今回この10個の単語をやっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひね、止めてやってみてください。では、早速1番からね、訳をやっていきましょう。で、今回訳を書いていくのと、いつもおまけでちょこちょこね、なんか知識を入れていくんですが、今回この最初の4つ、結構ちょっと喋ります、ここ。すごく大事な4つなんで、ここね、しっかり押さえてください。で、知ってる人にとっては、なるほど、だから並べてんのね、みたいな感じがすると思うんですけど、many と much、これ2つね、意味同じです、基本的に。で、few と little って言うんだけど、これも同じなんです、ほぼ。で、まず、many と much なんだけど、これが、たくさんの、で、こっちも同じ、たくさんの。マーチの方はとてもっていう意味もあるんですけど、今回ちょっとこっちで書かせてください。で、なんで大事かっていうと、ここの使い分けを覚えてほしいんです。これ使い分けがあります。ルールとしてはっきりと。で、何かっていうと、ちょっと今回ね、省略形で書きますけど、こっちが可能の可。こっちは不可能の不を書いておきます。これ何かっていうと、加算。加算名詞、不加算名詞っていうのが英語にはあるんです。消しちゃいますけど、加算名詞っていうのは、可って可能なんで、算数みたいに足すことができる。算数、数えることができるって意味なんだけど、この名詞。で、それに不がついた。だから、できない名詞ってなるんですけど、英語には名詞、物の名前の中に、数えれるものと数えれないものがあります。で、例えば、これ、加算名詞、数えられる方が圧倒的に多いです。なので、不加算名詞、数えられない名詞の方を覚えていってもらえばいいと。で、今回は2つ有名なやつを紹介しますけど、まず1個が、water です、water。水ですね。この、water だけじゃなくって、水以外の、その液体系のものは基本的に不加算名詞に入ります。不で書いとこうか、こっちでね。あとは money ですね。お金です。で、不加算名詞っていうのは複数形にならないんです。基本的には名詞、物の名前に s がくっつくんだよね。それによって複数ある。だから、例えば男の子、boy ですよね。で、これに s がくっつくことによって2人以上の男の子っていう複数形を表現することができるんですけど、それができないんです、これ。water とか money に関しては。で、こういうのを不加算名詞って言います。今回この2個しか書いてませんけど、もし気になるんだったらこれでネットで検索してみるといっぱい出てきますんで、サイトとかで。よく気になったらね、チェックしてみてください。で、話を戻すと、例えばさっき boys、ね、男の子って書きましたけど、boy は、見てわかるように加算名詞、数える s がくっつくことができる名詞なので、たくさんの男の子って言いたかったら many boys なんです。こっち。加算名詞で使うから。でも、water とか money に関しては不加算名詞なので many money とは言えないんです。たくさんのお金っていう時に。much money と言います。これが使い分けなの。加算名詞と不加算名詞。で、それが few。次のね。3番と4番の few と little も同じなんです。不可算名詞も消したもんね。よいしょ。で、まず、few と little に関しても、一応これだけでもね、意味覚えてほしいんですが、ほとんどない。逆ですね、上はたくさんなんですけど、下はほとんどないよっていう。では、こっちも同じのを書いておきましょう。ほとんどない。で、流れでなんとなくわかるかもしれないんですが、few、こっちが加算名詞に使います。で、little が不加算名詞で使ってください。で、few と little、これでも覚えてほしいんですけど、できればこれプラス、あがくっついた a few と a little。これ覚えてください。個人的にはこっちの方が出てくるイメージがあります。a few と a little。これで、少しのです。こっちも同じです。だから、さっきみたいに、少しのお金って言いたかったら、お金に関しては不加算名詞。なので、a little money って感じになるんです。a few money とは言えないんです。これが加算名詞と不加算名詞の使い分けでよく出てくるこの4つですね。あ、これ覚えておいてください。これ一応書いとこうか。よいしょ、こんな感じね。では次行きましょう。ああ、そうそう、ごめん、1個言わせちゃった。many と much、これたくさんのってあるんですけど、これをね、ぜひ覚えてください。a lot of ですね。a lot of ってやつです。3つの単語がくっついたものなんですけど、これでもたくさんのって意味になります。a lot of で。で、この a lot of は便利で、どっちも使えるんです。加算も不加算も。っていうのを覚えておいてください。いいかな、これもぜひセットで。では5番いきましょう。まあこれはね、親しみのある good です。good。で、まあ何か褒めるときとか、いいことがね、表現したいときに good って言いますけど、意味もいろいろあるんですが、例えば良いとか、いいねとか言うときにそうだし、上手にとか、まあいろいろあります。他にも楽しいとかね。ほんといい意味で使うのが good です。で、次、6番が、あれで rivalry です。rivalry。で、rivalry で、図書館という意味になります。で、ライブラリーは L と R がね、やっぱり結構入ってくるので、その場所を間違えることがミスが多い。で、個人的な意見ですけど、ここの L は今まで見てきた生徒にあんまミスんないんです、ここは。でも、こことここの R をどっちかを L にしてしまったりっていうミスが出てきやすいので、まあ、ライブラリー書くとき、ちょっと気をつけてください。で、次、each ですね。each。で、each も、まあ、ちょこちょこ出てきますね。意味が、それぞれのって意味を覚えておいてください。each それぞれの。で、次、最初、きって言いたくなるんですが、これ発音 kind と言います。kind。で、kind は2つもう有名な意味があって、両方覚えてください。まず1個。親切な。まあ、優しいってもいいんですけど、どっちでもいいです。親切なとか優しいです。で、もう一個、全く違う意味なんですが、また、これ右側入ってるかな。種類。あ、全然入ってない。これ両方覚えてください。どっちでもよく使います。カインドに関してはね。で、次が、まあ、これだけで使うってよりも、まあ、後でね、出す、その例文というか、例じゃねえや。2つの単語をくっつけて使う方が多いんですが、まずこれで example と言います。example。で、これが、例とか、まあ、手本とか、って意味で使うんですけど、まあ、みんながよくね、見るのは、それに for がくっつくやつ。for example っていう。で、これで言うと、まあ、文章の中で使って、例えばっていう意味で使います。例えば、何々だよねみたいな説明するときに使う。for example ですね。で、最後が finally です。finally。で、finally は、最後にって意味で使ったり、あとこれもね、覚えておくと、使います。ついにっていう。ついに何かができたみたいなね。時に使う。finally です。で、これも、ly。最後を取った形が、下は書けないね。書けないので、ここ行こうか。最後の ly 取るとこうなって、これ final って言います。で、これは日本語でよく使うね。例えば、ツアーのファイナル。最終日のことね。ツアーファイナルとか言ったりしますけど、これで最後のって意味になります。ファイナルが最後の。だから、まあ、ファイナル見たときに、あ、ファイナルに ly くっついたやつだから、まあ、最後って意味に似たやつだな、みたいな感じで覚えてもらってもいいです。できればね、最後にとか、ついにって覚えてほしいですけど、まあ、ぜひ一緒にファイナルも覚えてやってください。では、今回はね、この10個させていただきました。で、どうしようかな。少しのも、せっかくなんでちょっと覚えてもらいたいから、日本語残しておこうか。ちょっと待ってね。まあ最初の4つでね、結構喋っちゃったんですが、本当にこの加算不加算に関してはすごく大事なとこなので、ぜひね、覚えておいてください。で、右は、例えば、これも残しておこうか、今回。よいしょよいしょ。あ、でもいつも残してないからね。消しとこうか。ちょっと待ってね。よいしょ。よし。では次、今日が8月2日にアップしてるかな。で、次8月4日ですね。またアップしますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。